家康の軍勢美濃を進んでおりますが、当大垣城を攻める気配はございません。そのまま西へ進み、秀頼様のおられる大坂城を目指すか。そうはさせた。全軍に触れを出せ。かしこまって候。ああ、おその夜、三成率いる西軍は大垣城を出て西へ向かい、家康の行く手を阻むべく陣を敷いたのでございました。家康率いる東軍はそれに向き合う形で布陣したのでございます。西軍10万、東軍75,000、両軍の見合ったこの地こそ関ヶ原でございました。慶長5年、9月15日、運命の朝、関ヶ原は濃い霧に包まれておりました。静かでございますな。勢でございましょう。その沈黙を破ったのは、浮田隊を狙った徳川勢の銃声でございました。霧が晴れてまいった。ご覧あれ、お味方優勢。浮田勢はいい福島を蹴散らし、あちらの大谷勢は東道京極と激戦中。家康は動かぬな。家康の後ろ、あの南宮山の上にいるのが毛利勢。家康が動けば立ちどころに背後をついてくれましょう。殿、黒田長政勢、細川忠興勢がこちらへ進んでまいります。佐古、そろそろあれの出番じゃ。練り物見せてやりましょう。あなた成はやるの。わざわざ大坂城から持ってきよったか。それ我らも遅れを取るな。行け。わしがこの手でそっくり上げてやる。射せ。ここで臆して何とする。目指すは内府の本陣ぞ。何をしちゃるわ。押されておるではないか。攻めろと伝えよ。はっ、おう、昼村。
戦が始まって2時間、勝敗はいまだ見えぬまま。三成方の主力毛利小早川は陣から動かず、三成方10万のうち戦っていたのはわずか1/3足らずでございました。殿、あと一押しでござる。家康め、しびれを切らして山を降りたな。毛利はどうしたのだ。小早川様も。なぜ動かぬ。総崩れまであと一息というのに。のろしじゃ、のろしを上げて山を降りるよう催促せよ。はっ、申し上げます。毛利様は麓の吉川勢が動かぬゆえ身動きが取れぬとのよし。何をくだらぬことを。吉川様にすぐに腰を上げようと伝えよ。はっ、殿、浮田様よりこのはよし。小早川様の打って出るは今と。そんなことは百も承知じゃ。はっ。今さら言うまでもないこと。そなたと共に立つと決めたのじゃ。安心して任せておれ。我が方の優勢なのは子供が見ても分かることじゃ。この後に及んで動かぬとは一体何を考えておる。再びのろしを上げよう。何度も上げておりまする。使い番、使い番を出せ。おこうなればわしが言ってやる。小早川の尻を叩いてきまする。わしが行く。なんと、わしが小早川様のもとへ参る。された。殿、殿。